難しかね、嘘つくと。あと来た、あれ、あ、来い来い来い、来た来た来た。そうですけど、ちょっと海だよ、これこんなに頑張れ。うー、待ってください。オーシャンビューやん。オーシャンビューじゃないですか。良さが絶対伝わるっすね。こういう大きくなってるんですよ。もう3分で行くから、3分。お、3分で準備して。はい、ラピュタですね。ありがとうございます。おはようございます。今日は、はい、平行から、はい、手だらけ気をつけよう。はい、はい、カモメが、はい、すごい飛んでますね。釣れるかな。釣れてくれん、困っとまってん。気配は多分あっと思うよ。食うか食わんか、来るか来んかわからん。でもなんか気配っていうか、カモメといい、なんかいい感じで海も悪くないと思うけどな。多分ベイトンとおったやろけんね。見えまいよし。あ、うわ、嘘。なんかわからんけど、なんかちょっと当たった。お、なんかカモメたちも続々と、なんか雰囲気のよかよ。雰囲気はすごくいいんだよ。うん、カモメの糞ばするけん気をつけてね。わかりました。カモメよう見よう、尻からペペペペですっけん。お尻はペペペペペペって言うけん。あー、当たった。嘘、当たったよ。うん、え、アラカブ。いや、エビっただけやろ多分。いや、なんかついた。なんだ、おっと、おっと、今日のファーストフィッシュは？ファーストフィッシュだぞ、今日は。おお、アラカブ、吸い物食いてー。ファーストフィッシュだぞ、多分。おお、おお、おお、なんだ？おい、なんでだよ。おい、なんでだよ。久しぶり、昨日ぶりだね。昨日ぶりの攻防旗。かぁ。もう、なんか可愛い顔もまた、また。またまたかよ、君。いや、でもやっぱ何回見ても綺麗な、綺麗だね。はい、色してますね。綺麗だけども、もっと大きくなって帰っておいで。いや、でもコウモウハタが釣れたってことはエンジンがかかり始めたってことです。そういうことです。コウモウハタやけどね。そうそうそう、はい。コウモウハタ、コウモウハタ、あ、コウモウハタ、そうそうそうですね。ちょっと分かった。はい、コウモウハタはいないですよね。大毛旗なんですよね。大毛旗の子供なんですよね。もうさすがに分かってました。覚えた魚なの。メディナ黒と、なんだっけ、カマスが、鉛筆カマスって言って、ちっちゃいとは。まあ、地方名ちっちゃいなと思って、鉛筆カマスね。カンパチと、何でしたっけ、カンパチは出世魚で、あー、嘘の混ざっとるけんか。コクワンパチの出てくるんですよ。あ、平鈴木と鈴木覚えてないね。ね、角鈴木と。
かおお、え、今いい当たり、当たったと思うけどな。え、なんかかかっとと思うけど、あれ、いや、かかっとなんかを、あ、エソ、エソ新魚種やろ、マツケにとってね。いや、エソまでですね。これエソ危なかもんね。なんか毒かなんか持ってた。うん、余るとさ、すげえ、ちゃんと漁具場使ってせんかんとけど、丸スズキはだいたい普通のスズキって感じ。あ、そうそう。で、角スズキとかさ、角スズキが、はい、頭のバランスめっちゃあるわと。頭の角ってしょ。難しかね、嘘つくと。あ、来た。あれ。あ、来い。来た。来た。うお。来たぞ、助け。来ましたね。お、なんだ。練りごか。いや違う、なんだこれ。イサキみたいなやつ。あ、タモが。もう最悪。タモが。おい、とりあえずタモに入ったけん。おお。おったー。うわー、これは？いいサイズのなんか。なんか。お、なんだこれ。なんかよく見る魚だけど、いまだに覚えきれない。覚えきれない。キテンなんてやったっけな、なんかそんな感じのやつ。よかすてる。いいぞ。釣れましたよ。やったはい。今日よかよ、雰囲気は。雰囲気むちゃくちゃいいですよ。雰囲気はいいよ。はい、ねえ。いやー、いい。持って帰ろう。え、また来た？下道の集まり場って今のところ。いや違うかな。魚釣りとっとかな。なんだろう、釣ってるのかな。今ちょうど揚げに入ったぐらいかな。で、潮の流れの変わった時だ。ほら、またエソだ。またエソだ。釣れるね。下道ラッシュ。なんかいろいろ釣れたね。今んとこなんかしょうもなかやつからしょうもなかやつまで、いろんな下道たちばっかばってんが今んところ。ここに食ってこい。エソ。お。わあ、びっくりした。マツケンどっちがいい？よく感じな、うん。風とカモメがもう増えすぎやろ。あ、やべ。ダメ。あれ、あけぼの丸って書いてあるのか？あけぼの丸やろ？あけぼのやろ？あけぼの、多分豊島さんやろ？太か、やっぱり船の、うん、太か。お久しぶりです。はい。いや、釣りあっちで青、ここで青物釣れんかなと思って。今から青物釣りに。青物釣りに。へえ、青物釣りってやっぱり沖の方はいいんだ。雰囲気よかもん。これで、ね、豊島さんって言って、あけぼの丸ね、はい、仲良くなってね。以前ここのホームページ作るときに、はい、この島お世話になったけんがホームページがプレゼントしたとよ、島に。ほう作って、うちで会社で、でうちで旅して、そば動画に出して、はい、コロナやったさ、はい、船釣りね、船の漁師じゃなくてレジャーば、はい、したいということで、はい、一回させてもらって、はい、それからのご縁さ。え、青物情報はちょっと聞こう。今から青物っすか？おかず釣り、よかね、おかず釣りって。釣れようとですか？ちょっとジギング行って10本だった。10本、何、どんくらいあるんですか？あ、2キロちょ。あー、やず、うん、この辺から釣れんかな。何時までですか？11時10分のフェリーで帰らないからです。それもう中途半端かっすもんね。ちょろっと行きますか？俺もでも釣りにたどって
出てきたんだけど、でも大体3回やったらもう1回目で大体釣ってしまう。いや、そうですよ、うん、ついてっておかですか。多分どうしますやろ、やっぱりどうしますガセかガセ来た来た来た